はい、半魔家の本家の本物の貴族の半魔陽先生です。人間の上の生物の能力者の半魔陽先生です。人間全員の妨害がひどいんですね。で、人間で全員で妨害してくるんですよ。一人でもね、代表でも来ても必ず人間全員なんだけども、人間嘘ついてね、全然ツンツンして悪いことやってない顔を徹底するわけですね。これも人間地球人たちがね全員やってきて、で裏で人間全員で悪質な妨害してくるわけですね。で今ね、だから人間の上の生物だから人間よりが力強いんだよっていうふうなことを説明したら、今度はもう徹底してね、もう二重人格で人間たちで、裏でも表では全然真面目で妨害なんかしてないよって、誰一人そういう動きなんですね。で、それで人間、結局人間全員が裏で隠れてやってて、でそれもね、行く場所がね、宇宙の頭の生物の頭にね、動いてね、で地球でそういう頭を使ってないように見せるわけですね。で、どっかの惑星にね、反射させてね、生物か惑星か知らないけど反射させてね、裏で妨害するわけですね。それも人間全員ですね。誰一人妨害やる人なんかいない、やんない人いないんですよ。ね。もう、人間っていうのは超肉食生物だから当たり前なんだけど、盗みが仕事だからね、100%。今日に道具を使って武器を使ったりして盗むのが仕事なんですよ。で、人間には真面目な人なんか一人もいないんですね。生きていくのにはただ、強奪とか盗みですね、肉食生物ですから人間はね。だから悪いこととかいう問題じゃなくて、単なる泥棒が仕事ですから人間はね、盗む仕事をね、強奪する力任せでね、でやるんだ、のが仕事なんですね。だから絶対やめはしないけども、妨害とか盗みとかね、仕掛けてくるのは絶対、だけどこれ見え見えだからさ、人間たちが全員やってるっていうことね。で、上の生物だから人間全部殺せるわけですよ、簡単に。私どもね、上の生物だからね、それでやってくるわけですよね。で、今私が問題になってるのは、地球の命がね、ちょっと短いようなんですね。1億年ないかもしれないんですね。というのは、隕石とかね、いろいろ他からね、大量にね、地球にぶつかってくるみたいなんですね。その対策をしないといけないんですけども、人間はそういうことできないと思います。だからね、どうするかということなんですよね。地球が潰れると生きるのが大変になるわけです、私自身ね。それで一時そういう危ない時にね、惑星の方にね、移動しといて、それで、その嵐が終わってから地球にまた戻るということにするかということですね。あんまり大きいと植物とかね、動物、人間のような悪い生物は滅んでいいんですけれども、野生の今いる動物はある程度大事なんですね。だからそういうふうなね、状況で耐えられるかの問題なんですね。で、地球の寿命が1年ないんですよ、うっかりする。だから
地球の動きの軌道を少しずらすような、ね、方法を取れるのかということですよね。そういう人間たちにはできないから、で、そういう頭の痛い上の生物としてのね、仕事があるわけですよね。で、人間のためにすることは悪い生物とか必要ないんですよね。で、大事なのは自然界の植物とか、ね、自然界の動物をどうやって守るかなんですね。人間たちは悪いんでいなくていいんですよ、全然。いない方が助かるわけですね。で、こっちが殺すわけじゃないから自然の問題でしょ。だから、で、あんまり大きいとね、人間が処分できても他の生物が死んじゃうんですね。そこ困るんですよね。その範囲で地球を守らないといけないわけですよね。で、地球と大地は私が育てたものだからね、非常にお金がかかってるんですね。お金というか、大変な大掛かりなことだったんですよね。私が生まれてくる場所を作ってね、動くのには大変だったんですよ。で、特に水が豊富でね、エネルギーが豊富なところを作るのはなかなか大変なんですよね。育てるのは大変なんですよ。だから、そこら辺でね、いい環境だからまた生物も生きやすくなって悪い生物も増えるわけですよ、人間のようにね。で、ここら辺でね、人間の扱いというのは非常になぜ話したり聞いたりできない生物ですからね。団体で話したり聞いたりできるだけですから、知能がものすごく低いのに道具を使うんですよね。で、兵器まで団体で作り出してしまうという、とても危ない。